写真を拡大虎に真面目はいらない。不振の続く投打の中心選手には、手抜きも必要のようだ。金本、智明イコール50、監督が期待していたのは、秋山、匠イコール27、とロサリオ、29、ですよ。秋山はプロ8年目の昨季、ようやく一本立ちし、最低でも昨季の12。勝以上を挙げてもらうつもりでしたが、まだ1勝、23日時点。4番予定して獲得したロサリオには打率はそこそこで良いから、本塁打を量産してもらいたい、と、再販記者、だが、二人ともパッとしない。その原因は意外なところにあった、秋山は、謙虚すぎる、のだ。昨季に結果を出したことで、首脳陣はキャンプ、オープン戦でのマイペース調整を許していた。なのに、キャンプ初日からエンジン全開で、周囲がペースダウンを進めても、僕、なんか、まだまだですから、と、新人のような猛練習をやめようとしなかった。完全なオーバーヒート、ペナントレースが始まった今よりも、キャンプ中の方がキレのあるボールを放っていた、関係者、なんて、証言もあるくらいだ。ロサリオも自身の打撃不振を深刻に受け止めすぎ、メジャー時代は捕手で、阪神入りにあたって、わざわざキャッチャーミットを新調しているんです。万が一に備え、待機するためだ、と言ってました。選出、再販記者、真面目さが裏目に出ている。ロサリオは走者のいない場面でも対戦投手にクイックモーションを使われ、タイミングを狂わされている。長打ではなく、シングルヒットなら打たれても構わない、といった攻略法だ。ホームランはまだ一本だけ。金本監督の期待の大きさもプレッシャーになっているという。キャンプ中の打撃練習で桁外れの飛距離を見せつけていました。再販。記者、ロサリオもキャンプ中の方が、リラックスできていたようだ。もともと、阪神は、打ってなんぼ、のチーム。大雑把な性格でなければ、甲子園の大歓声にも潰されてしまうのだ。真面目さがあだとなる。秋山、ロサリオを蘇生させるには、手抜きの仕方を教えてやった方がいい。スポーツライター、狭間。